今回は甘酸っぱい思い出ということで、はい、なんかありますか、甘酸っぱい思い出。素敵な人だなって思っていたんですよ。おぉ、キュンみたいな。めっちゃ甘酸っぱいじゃん。誰にも喋りかけられず海で遊んで帰るっていうしょっぱい思い出、しょっぱい思い出です。海のリアルサウンドミュージックチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。専門家の関太郎です。長妻玲夫です。今回は、はい、新曲、僕たち2人の新曲、はい、エグルドゥにかけて甘酸っぱい思い出ということで、はい、なんかありますか、甘酸っぱい思い出。そうですね、甘酸っぱい思い出が結構ありますよ。お、結構あるの。はい、何なんていうんですかね、こう、高校入る前に、はい、オープンキャンパスみたいなのがあって、はいはいはい、結構人数少なかったんですけど、うん、あ、素敵な人だなって思っていたんですよ。お、え、それちょっとあ、キュンみたいな、あ、キュンみたいな、うん、素敵な、あ、笑顔素敵だなみたいな感じで、うんうんうん、あ、この人ともし一緒になるのかな。あ、で、そしたら留学し一緒で、え、でもね、高校3年間一回も同じクラスになる。喋らず、特にあんまこう喋れるは喋るんですけど、そんな別に距離も縮まらず卒業しちゃったみたいなありましたね。めっちゃ甘酸っぱいじゃん。甘酸っぱい、だからこうなんていうんですか、面したけどちょっと失敗しちゃったとかじゃなく、もう何も、もう何もないんだ、特になく。でもだからこそやっぱ記憶に残らない。そうそうそう、甘酸っぱい。いいなぁ、俺やっぱ中高、はい、男子校だから、はいはい、何もないですよ。僕バスケ部だったんですけど、はいはい、ああそうですよ、学校が鎌倉の方だったので、はい、部活のランニングでこう浜まで、由比ヶ浜っていう海岸があるんですけど、はい、そこまで走るっていうのは、ああ、そのなんかね、そのなんかあるのね、週に1回かな、はい、あるんだけど、はい、その時に普段はもう学校とその駅の間がもうお寺しかないから誰にも電話で誰にも、その同じ学校の人しか会わない、はいはい、おじいちゃんおばあちゃん、はいはい、だけどその由比ヶ浜方面に行くと、うん、見たことないその、あのデートしてる、あ、海のね、カップルとか、はいはい、それこ その当時はもうすごい大人に見えるその、はい、女子会なのかな、はい、女の子たちだけですよ来てるとか、あ、もうすごい見てすごい見て、ね、何にも誰にも喋りかけられず、あの由比ヶ浜まで行ってみんなで海で遊んで帰るっていうそうですね、まずしょっぱい思い出、しょっぱい思い出です。海のね、海のしょっぱい思い出はい、ということでした。そういう感じですか。はい、そんな感じなんですけど、はい、エグルでは2月5日に配信がスタートします。はい、ね、同日に長瀬も主演のドラマ、東京 MX で、あの月曜ドラマで、あの、うん、シュガーシュガーハニーでね、ドラマの主題歌に、エンディングの主題歌になってるので、ぜひそれもね合わせてね、チェックしていただければと思います。ということで、以上、安井健太郎と長妻玲夫でした。バイバーイ。